おはようございます。おはようございます。ハレルヤ、アメン。もう始まってますか。おはようございます。ハレルヤ。2月24日水曜日、朝の伝統放送です。これからしばらくちょっと車乗れないんですね。しばらく車が乗れません。ちょっとしばらく歩きになります。はい、それではですね、出かけたいと思います。はい、では行きましょう。それではまずカレンダーから。2月の24日水曜日、喜ぶ者と喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。 When others are happy, be happy with them, and when they are sad, be sad. When others are happyBe happy with them. And when they are sad, be sad. まあこれはどういう意味かというと、まあこう哀れみ深いものになりなさいみたいな、人と共鳴するというか、人の悲しみ、人の喜びを、まあ共にする、そういう気持ちを持ちましょうということですね。哀れみ深いものは幸いである。哀れみを受ける。雨降りそうですね。雨降りそうですが、どうでしょう。哀れみ深いものは幸いです。車があります。車があります。今日は曇りですね。今日は曇りです。今日は曇り。今日もちょっと寒いですけども、今日はちょっと歩きで行きましょう。今日のメッセージは何がいいでしょうか。今日のメッセージ。そうですね。今日のメッセージ。今日のメッセージはですね、車検ですか、ルテンさんに。車検ではなく、娘が使っております。もともと娘の車。もともと娘の車で、今日は娘が使うそうです。いつも借りてるだけの話なんですね。キリちゃん、おはようございます。今朝も、腰の調子がいいです。今日のテーマはですね、はい、レイチェルさん、おはようございます。レイチェルさん、おはようございます。今日のタイトルはですね、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、ね、あなたは高価で尊い、イザヤ書ですね、イザヤ書。あなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという御言葉があります。この放送で信仰って大事だなぁと分かった。アメン。ちょっと綺麗なお花ね。これ桜草と言いますね。桜草。綺麗でしょ？桜草。
上から見ると輪っかに見えますね。輪っかに見えます。もう、桜草が綺麗です。あのカプチーノは息子の車で貸してくれません。カプチーノはですね、ポンコツから整備して作った車で、もうあの分解して作った車なので貸してくれません。私はよくぶつけるので、ぶつけるお父さんには貸せないということで。それで、あなたは高価で尊いというのはどういうことでしょうか。鶏がいるんですよね。鶏がね、コケコッコーとね、鶏が鳴くんですよね。あ、鳴いた。鳴きましたね。ペトロが3回イエス様を否定したら鶏が鳴いたんですよね。ペトロにとってですね、鶏が鳴いたことは、イエス様が言ってた通りだとなってしまった、イエス様が言ってた通りになってしまった、ペトロにとってはものすごく、悔い改めたわけですね。皆さん、そのお金をですね、お金をドブに捨てますか？お金をドブに捨てますか？捨てませんね。皆さん、水をですね、出しっぱなしにしますか？まあ、必要があれば出しますけど、必要がなかったら出しっぱなしにしませんよね。皆さん、部屋から出るときですね、部屋から外出するときにですね、エアコンをつけっぱなしにしておきますか？しませんよね。エアコンのスイッチを消します。またストーブのスイッチを消します。私も消してきました。あ、消してきたかな？あ、ちょっと消してきたかどうか忘れましたけれども、石油ストーブをつけっぱなしだったか。時々ですね、つけっぱなしで出ることがあります。とにかく、多くの人はですね、無駄をしません。ね。なぜ、水道を止めたり、エアコンを止めたりするかというとね、やはり、大事なものをですね、大事なものを大事にする。大事なものを大事にする。これは、当然なことです。当然なことです。大事なものを大事にする。当然なことです。しかし、多くの人はですね、もう心がね、生きる価値を失うと、いいですか、ここ大事ですよ。生きる価値を失うと、自暴自棄になってね、自暴自棄になって、もうどうでもよくなる。ね。もうそういう大事にすることなんて、どうでもよくなってしまうわけです。つまり、その、大事なものを大事にするというのはですね、
とても大事なことなんです。私たちは、ね、健康を大事にし、そして、ね、健康を大事にし、病気にならないようにするわけですけど、それと同時にある人たちは、自殺しようとするわけです。健康にもかかわらずね、まあ、心は健康じゃないかもしれませんが、体が健康にもかかわらず死のうとするわけです。それは、多くの人にとっては死んではいけない、ね、死んではいけない、人生を大事にしなさい、ね、今日は曇ってるからちょっと朝日はちょっと出ませんが、死んではいけないよ。私たちは人の命が尊いと思います。人の命が尊いから、ね、死んではいけないよと言います。しかしある人たちは言います。人間ってどっちみち死んじゃうんじゃないか、どっちにしても、人間はいつか死ぬじゃないか、いつか死ぬんだったらどうしてね、辛く生きたってしょうがないじゃないか、死んだ方がマシじゃないか、ね、辛い人生を送るんだったら死んだ方がマシじゃないかと言います。まあ一見なんか一理あるような感じがします。生きる価値、人間の生きる価値が見出せないならば、そういうふうになってしまうことがあります。多くの人は、ね、人生の価値をですね、知ってるようで知らないのではないでしょうか。知ってるようで知らないのではないでしょうか。はい、そこで皆さん、人間が価値があるかないか、人間が価値があるかないか、多くの人にとってはですね、自分は価値があるけど他の人は価値がない、自分は価値があるけど他の人はどうでもいいと思っている人がたくさんいるでしょう。神様の目から見たら、神様に似せて作られた人間はとてもとても高価で尊いんですね。高価で尊いんです。ある若い夫婦に赤ちゃんが生まれます。その若い夫婦にとってその赤ちゃんはものすごく高価で尊いです。ちっちゃな赤ちゃんが高価で尊いんです。それは、まあ、自分の子供だからですね。自分の子供だから高価で尊いんです。神様の目から見たらば、神の目から見たら神様に似せて作った人間、そして神が作った人間、それはものすごく高価で尊いんです。ものすごく高価で尊い。皆さん、私たちはこの世で自分の居場所がなくて、親にも愛されない、友達にも愛されない、社会からも愛されない、誰も愛してくれない、誰も構ってくれない、その中で私たちは自分の価値を見失ってしまいます。私は誰からも愛されてないから生きる価値がないんだ、死んだ方がマシだ、生きる意味がない。多くの人はそのようなことでセルフイメージが低くなる。
またいろんな悪いことをしてしまって、ああ自分は汚れてしまっている、自分は悪いことをした、自分は罪を犯したということで、余計に自分の価値を失っていきます。しかしイエス様がこの地上に来たのは、イエス様がこの地上に来たのは、私があなた方に生きる力をあげよう、生きる意味をあげよう、失われた人生を私が取り戻してあげよう、失われた人間の価値を取り戻してあげようと、イエス様が十字架にかかったのは、イエス様は尊い方です。神の子ですから、イエス様はものすごい尊い方です。その尊い方が血を流して、十字架で血を流して、私の血を受けなさい、私の血を受けなさい、価値を失われた人間が、生きる価値を失った人間が、罪によって神様と断絶し、そもそも価値とは何ですか。そもそも神様にものすごい価値があるわけです。神様が全てものを作られた神様、何でもできる神様、神様にものすごい価値があるわけです。その神様から断絶して離れてしまった人間に価値が喪失するわけです。価値を失ってしまった人間、生きる価値を失ってしまった人間、その人間をもう一度取り戻し、もう一度価値を与えるために、もう一度あなたは高価で尊い、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、私はあなたを愛していると、イエス様が言ってくださるためにこの地上に来たのです。ですから皆さん、そのイエス様のメッセージを聞いてください。イエス様のメッセージを聞いてください。皆さんは高価で尊い存在に回復します。イエスキリストを信じることによって、イエスキリストを信じることによって、もう一度神とつながり、神と和解し、神から認められるようになる、神の子供になる、永遠の命を受ける、価値の回復、人間としての価値の回復。皆さん、私たちは初めてイエス・キリストに会って初めて生きる意味を見出すのです。イエス・キリストに会って初めて高価で尊くなることができるんです。多くの人は自分が高価で尊いと思わないでしょう。猫がたくさんいる、ね、猫がたくさん、カラスもいる。多くの人は自分を高価で尊いと思わないでしょう。しかし、イエス様を信じることによって、高価で尊くなるんですね。高価で尊くなります。皆さんが、そういうふうになってほしいんですね。高価で尊いと思うようになってほしいんです。ここに木があるんですか。この木にパソコンが
受けるか受けないかちょっと危ないな。パソコンが受けるかどうかちょっとこうしてみて。落ちそう。ちょっと木にパソコンを置いてですね、手で持ってると重いですから木にパソコンを乗っけて、パソコンに木にパソコンを持ってもらっていますが、なんかいつ落ちるかわからない、いつパソコンが落ちるかわからない。スマホでもできるんですが、スマホだとですね、コメントがうまくいかないんですね。私の調節が分からなくて、コメントがうまく読めません。ですから、まあ、パソコンの方が、まあ、やりやすいみたいな。ですね。そういうわけで、皆さん、イエス・キリストに会って初めて、生きる意味が与えられて、高価で立っとくのに。高価で立っとくのに。皆さん、そこが大事なんです。皆さん、考えてください。ね、考えてください。自分がね、自分が尊い存在だということを思わなければ、生きることは難しいじゃないですか。ね、ハルさん、生きる意味が分かりました。あ、自分は神の目から見て、ここで立っとくなったんだ。高価で立っとくなったんだ。生きる価値があるんだ。素晴らしい生きる価値があるんだ、ね、イエス・キリストにあって素晴らしい生きる価値が与えられたと思って初めて、ね、生きる力が与えられるんじゃないですか。あ、自分はダメだ、もう何やってもダメなんだ、もう自分は 誰も見て自分は誰も相手にされない、自分は誰も愛してくれない、自分なんかもう、無価値だ、無価値だ、もう何してもダメなんだ。それで生きる意欲が出ますか？出ないでしょ？自分がね、価値がないと思ったら、ね、自分が価値がないと思ったら、何もやる気がなくなるでしょ？やる気がなくなるでしょ？起きるのも起きたくない、食べたくない、歩きたくない、もうね、もう、電動放送見たくない。もうね、トイレにも行きたくない。お風呂にも行きたくない。ね、お風呂に行かない人たくさんいるの知ってますか？ね。もうお風呂入るの、何のためにお風呂入るんだ。もうこんな自分がお風呂入ったってしょうがないんじゃないか。もう何週間も入ってない人もいるかもしれません。もうご飯はしょうがないかと食べるかもしれませんが、まあ、トイレも行かなきゃいけないかもしれませんが、もうお昼に、お風呂に入る必要はない。それは自分の価値がこう、ね、低くなって、生きる価値がなくなっちゃってるで、生きる価値がなくなっちゃってる。だから皆さん、イエス・キリストを信じるというのはいいですか？イエス・キリストを信じるというのは、神様が皆さんにもう一度価値を与えるため、もう一度生きる意味を与えるために、イエス様をよこし、イエス様が皆さんのために死んでくださって、皆さんのために血を流してくださって、その血を受けた、その血を注がれた人間が、もう一度清くなって、もう一度罪が許されて、神の子になって、初めて、生きる意味が与えられる。生きる価値が与えられる。皆さん、そうあるべきじゃないですか。そうあるべきじゃないですか。皆さん、今、自殺しようとしている人に何て言うんですか。皆さん、生きる価値があるんだよ、死んではいけません、死んではいけませんって言うべきでしょ。今死のうとしている人に対して、あなたは死んではいけない、生きるべきだ、
生きる価値がある。あなたは素晴らしい存在になれるんだ。そう言うべきでしょ。でも、そういうためには、自分がそう思ってなきゃダメでしょ。自分がそう思わないのに人に言えますか？自分がね、生きることは素晴らしいと思ってない人が、自殺する人に死んではいけないと言えますか？ああ、自分も本当は死にたいんだ。本当は死にたいけど死ねないんだよ。なんだったらですね、死ぬ人に向かってですね、死んじゃいけないって言えないじゃないですか。私たちは、死のうとしてる人にですね、死んではいけない、死んではいけないって言うべきでしょ。ね、元気がない人にね、あなたはね、本当に素晴らしい存在だよ。あなたは素晴らしい存在だよ。生きる意味があるんだよ。生きる価値があるんだよ。あなたは愛されてるんだよ。あなたは愛されてるんだよと言うべきじゃないですか。でも自分が愛されてないとですね、自分が愛されてないと言えないかもしれませんね。自分が、ね、愛されてるということが分かるから言えるんではないでしょうか。皆さんは高価でたっといんです。皆さんは高価でたっとい、皆さんは愛されている、ね、皆さんは愛されています。そして本当の自尊心、本当のプライド、本当のプライド、本当の自尊心、見せかけではない、本当の自尊心、それは、イエス・キリストにある、イエス・キリストにある自分の価値、イエス様が罪を許してくれた、自分を誇る価値ではない、自分が自分の力とか自分の持ち物ではない、イエス様のおかげ、イエス様の十字架によって救われた、それは自分を誇る誇りではなく、イエス・キリストを誇る誇り、イエス・キリストを誇る誇り、それが本当の誇りであり、それが本当の自尊心であり、それが本当の人間の価値なんです。人間の価値は何ですか？それは自分の価値ではない。イエス・キリストの価値だということですね。そして私たちは自分の価値が分かって、自分の価値が分かって初めて人の価値をも認めることができる。世の中の人たちは人を人と思わないで、人を、ね、使い捨てにして、人を利用して、人を食い物にして、ね、悪いことをしています。それは、人の価値が分からないだけではなく、自分の価値も分からないからです。自分の価値が分かり、人の価値が分かれば、人を大事にします。人を大事にします。人を愛するっていうのは、人を愛するっていうのは、その人に価値があるということを知ってるから愛するんじゃないですか。価値がないものを愛することはしないでしょう。私たちが人を愛するのは、人に素晴らしい価値がある。人に素晴らしい価値があるから、人を愛するんです。神様が私たちのために、ね、イエス様を十字架につけたのは、私たちに価値があるからでしょう。または価値を与えようとされたからでしょう。誰でも、イエス・キリストに会って、素晴らしい神の子になれるんです。神様が素晴らしい方ならば、神様が素晴らしい方ならば、神の子も素晴らしいのです。
イエス様は十字架にかかったんです。イエス様が十字架にかかったのは皆さんが価値があるから、または価値が与えられて神の子になるから、神の子としての価値が与えられるから。だからイエス様が十字架にかかったんです。ですから皆さん、人間として私も救われますか？もちろん救われます。もちろん救われます。誰でも救われます。誰でも救われます。イエス様を信じたらトト当たりますか？トトはギャンブルでしょ。ギャンブルはダメですよ。本当に価値が、本当の価値とは何か。多くの人はその間違ったものに価値を置いてたんです。間違ったものに価値を置いてた、IS がですねテロをします。そしてたくさんの人を殺します、ね、たくさんの人をテロで殺します。私たちはとんでもないことだと思います。人間は、神様に似せて作られた尊い存在です。尊い存在。その人間を殺すというのはまさにそれはその人間の価値を認めたくない、人間の価値を認めたくない悪魔の仕業なんです。悪魔はですね人間の価値を認めたくないんです。なぜかというと、自分が堕落した分だけ、自分は堕落して人間が神の子になることはもう嫉妬で狂ってるわけですね。嫉妬で狂ってるわけです。だから皆さん、 IS は悪魔の働きなんです。 IS は悪魔の働きです。暴言暴力 DV、 それはみんな悪魔の働きです。悪魔は人間が憎い、人間を傷つけ、人間を殺す、これが悪魔の働きです。聖書に書いてあります。悪魔は初めから人殺しだ。悪魔は初めから人殺しだ。皆さん、悪魔の心を持ってはいけません。悪魔の心を持ってはいけません。悪魔は人間に価値がないと思っているんです。人間に価値がない。だから暴言暴力をするんです。だから人間を人間として思わず、人間を傷つけたり、罵ったり、脅したり、悪用したり、ね、人間を食い物にしているのです。皆さん、世の中はそうじゃないですか。人間は人間を、世の中は人間を人間として取り扱ってないじゃないですか。パワハラ、セクハラ、いじめ。パワハラ、セクハラ、いじめ。それは人間を人間として、人間の価値を認めてなく、むしろ人間を乱用し、悪用し、利用している悪魔の仕業ではないでしょうか。皆さん、そのような価値観を捨てましょう。悪魔の価値観を捨てるんです。悪魔の目を捨てるんです。人間を尊ぶべきじゃないですか。人間は神様に作られて、神様に似せて作られたものじゃないですか。イエス様がおっしゃいました。隣人を自分のように愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい。それが人間に価値を置く見方じゃないですか。いや、私なんで知らない人を愛さなきゃ
ゃいけないんだ。知らない人に、知らない人に なんでそんないいことしなきゃいけないんだ。知らない人を愛する？そんなことできないよ。自分の好きな人しか愛せないよ。これ普通の人じゃないですか。それは人間の価値を知らないからですね。人間の価値を知る。人間は神の、神様に似せて作られた素晴らしい存在です。その人間がイエス・キリストに会って、イエス・キリストに会って神の子になるべきなんです。すべての人間が救われるべきなんです。すべての人間が本当の価値を持つべきなんです。本当の生きる価値、本当の存在の価値、本当の存在の価値、それが神様の味方です。神様はすべての人を愛している。すべての人を救いたい。すべての人に神の子となる特権を与えたい。すべての人が救われてほしいのです。人間とは何か。人間とは何か。自分とは何か。わかりましたか。あなたは高価でたっとい。あなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。神様がそう言ってるんですよ。神様が。あなたは高価でたっとい。私はあなたを愛していると言ってるんです。その愛を受けましょう。その愛を受けましょう。親に迷惑をかけてばかりの僕も神様は救ってくださいますか？もちろんです。もちろんです。もちろん。親を愛せるようになります。親を愛せるようになりますよ。本当に、本当に生きる意味を見出すかどうか。本当に自分が尊い存在になったということが本当に思えるかどうか。証タイムを聞きましょう。ね。証タイムを聞きましょう。証タイムを見てですね。本当にそうなれるかどうか。ね。見てみましょう。それでは皆さん、証タイム。イエス様を信じて、あ、自分は神の子になったということが分かった証。イエス様を信じて、あ、生きることは尊いんだということが分かった証。スタート、スタート、スタート。あっち。スタート。全国行きの高速バスに乗りたくなりました。歯医者が怖くなくなりました。少しでも人のためになれるように過ごします。レイチェルさん。生きることは尊いと分かった。神の子じゃなくても尊いと思いませんか？神の子になるために尊いのですね。そして神の子になるべきです。人を思いやれるようになりました。見た目が40代なのでびっくりしています。
主を思いながら一日を過ごすようにしています。退屈な毎日が光り輝いてきた春さん、退屈な毎日が光り輝いてきた春さん、自分の傲慢と向き合った、生きることは尊いと知った、この放送を見て朝から元気になりました。ネット右翼を脱して韓国は大好き状態です。キューちゃん牧師、私の家の近くに教会がないんですが、信仰を持とうと思いました。アメン。ネット教会があります。ネット教会。一日でも早くイエス様と出会っていれば、ハルさん。ニートで親を殴ってばかりの自分でも生きる価値があると分かった。アメン。アメン。朝起きたら歯を磨き、顔を洗い、この放送を見ます。今日は半年ぶりにお風呂に入るぞ。この放送に導かれてイエス様に感謝します。楽しく学べる天国大学が大好きです。聖書を枕代わりにしていた。読んでみようと興味湧いた。隣国を愛するのはイエス様の教えだと分かった。イエス様の愛でワイの人生変わってもうた。野に咲く花のように人を爽やかにしたい。毎日アーメンと言っていれば自分は救われることが分かった。健太郎さん。今日からとにかくアーメンと叫んでみようと思います。いつも自分勝手に生きるのをやめようと思いました。
キューちゃん見て思った。こんな風に僕たちも生きていけたら素晴らしい。生きていけます、生きていけます。私でもできるんですから、私でもできるんですから、皆さんもできるんです、皆さんもできるんです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。こんな風に僕たちも生きていけたら素晴らしい。生きていけます。誰でも、誰でも神の子として歩みましょう。誰でも悪魔の子として歩んではいけません。誰でも神の子として歩みましょう。イエス・キリストを信じれば誰でも神の子になれるんです。誰でも神の子になれます。神の子として歩みましょう。神の子として歩むんです。誰でも神の子として歩みましょう。はい、それでは、ファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージ、ファイナルメッセージ、皆さん、多くの人はですね、自分が分からず、人生が分からず、一体自分は何なんだ、人生とは何なんだ、この世界は何なんだと、多くの人はいくら考えても考えてもわからないんです。いくら考えても考えても、人間がわからず、社会がわからず、人生がわからず、将来がわからないんです。で、それが闇ですね。それが闇です。多くの人は闇の中を生きています。自分に価値が、自分の価値がわからず、人の価値が分からず、人生の価値が分かりません。本来価値があるもの、本来が価値があるものを、ね、価値がないかのように生きているんです。お金をドブに捨てる人はいないでしょう。でも自分の人生をドブに捨てているんです。水道を出しっぱなしにする人はいないでしょう。でも自分の人生を、ね、浪費しているのです。価値があるものを価値がないかのように生きているんです。それはもったいない。それはもったいない。皆さん自身、皆さんの人生に価値を見出すことができます。素晴らしい価値がある。皆さん信じてください。皆さんには素晴らしい価値を持つことができる。素晴らしい人生の価値を、素晴らしい価値のある人生になれるんだ。それはイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて、神様に認められるならば、神様と和解するならば、皆さん自身がものすごい尊い存在になり、皆さんの人生がものすごい尊い人生になるんです。皆さん、本当の人生、
本当の人生を知ってください、送ってください。パチンコ三昧、お酒三昧、ゲーム三昧が、それは大事な人生を無駄にしているんです。大事な人生を無駄にしています。皆さん、せっかくの人生、せっかくの人生を無駄にしないでください。自分をドブに捨てないでください。自分の人生をドブに捨てないでください。皆さんは高価でたっといのです。皆さんは高価でたっとい。皆さんの人生を大事にしてほしいです。皆さんの人生を大事にしてほしい。素晴らしい人生、神様の栄光を表し、神の愛を表す人生、欲で生きるような人生ではなく、欲で生きるような虚しい人生ではなく、もっと崇高で、もっと永遠に価値がある、永遠に価値があるような人生、そういう人生を皆さんは送ることができるんです。そういう人生を送ることができるんです。今日からできるんです。今日からもできるんです。今日からもそのような素晴らしい人生を、始めることができるんです。小さな花がこんなに綺麗ならば、小さな花がこんなに綺麗ならば、皆さんの人生はもっともっと綺麗なんです。皆さんもこの花以上にもっともっと素晴らしい人生の花を咲かすことができるんです。もっともっと素晴らしい、皆さんは人生の花、永遠に評価される、永遠に残る素晴らしい人生の花を咲かすことができるんです。人生の花を咲かすことができるんです。皆さんは若いです。皆さんは10代、20代、30代、10代、20代、30代、私は60代、私は60代、皆さんは10代、20代、30代、私よりももっと素晴らしい人生を送れるんです。皆さんはもっともっと素晴らしい可能性があるんです。素晴らしい人生、素晴らしい人生を送れるんです。しかし、そのためにはどうしてもイエス様が必要です。どうしてもイエス様が必要です。皆さんがイエス様と共に歩んで、イエス様と共に歩んで、初めて皆さんは尊くて素晴らしい人生を送れるんです。皆さんは初めて素晴らしい尊い人生を送れるのです。イエス様によって人生が変わるんです。イエス様によって失われた魂光り輝くのです。イエス様によってしおれた心に元気が取り戻されるんです。イエス様によって神の恩恵を受けるのです。イエス様によって永遠の命を受けて生きる力を受けるのです。皆さん、多くの人は生まれてこない方が良かった、
生まれてこない方が良かったと思う人もいます。しかし皆さんは思う違いますね。皆さんは生まれてきて良かった、生まれてきて良かった、今日教会に行って話を聞いてもらってもいいでしょうか。ですね、チャスクルがあるので、とりあえず、スカイプで問い合わせください。チャスクル終わってから時間が取れるかもしれません。はい、今日の景色ですね。今日の景色、曇ってますが。生きる意味を知りましょう。神様によって認められる。神様によって認められる。神様によって愛される。本当の人生。本当の人生。皆さん、誰でも、そのような、誰でも、そのような、生き方ができます。誰でもそのような生き方ができます。はい、それではですね、招きをしましょうね。招きを、今日の放送を聞いて、ね、何かを分かった、価値がないと思っていたけど、自分に価値があるのか。価値がないと思ってたけど、自分の人生にも価値を見出せるのか。イエス様が神を価値をくれるのか。ならイエス様を信じて、尊い存在、高価な存在になりたい。高価な存在になりたい、そう思う方、アーメンと言ってください。生きる価値を欲しい、生きる価値が欲しい、尊い存在になりたい、そのように思う方、アーメンと言ってください。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。アメン。アメン。素晴らしい。たくさんの方が、イエス様に価値が欲しい、イエス様を信じて価値が欲しいと思っています。素晴らしいです。アメン。アメン。素晴らしいです。素晴らしい。お祈りしましょう。天のお父様、感謝します。今日の放送を感謝します。私たちは失われていました。私たちは、滅びに向かっていました。神様に似せて作られたにもかかわらず、私たちは、神と断絶をしていて、自分の価値を見出せず、自暴自棄になり、自分を癒しめていました。それは悪魔によってそうさせられていました。悪魔に騙されて、自分は価値がない。自分は価値がない。生きる意味がないと騙されていました。しかし、イエス様の言葉を聞いて、いや違う、生きる価値があるんだ、生きる意味があるんだということ、イエス様に教えられました。今、その生きる意味をください。
生きる価値をください。人間としての生きる価値、生きる意味をください。今アーメンと言った方々がそのような思い、そのような人生を送ることができますように、励ましてください、強めてください。多くの人が、生きてきて、生きていくことは素晴らしい、生かされていることは素晴らしい、自分は尊い存在になったんだ、尊い存在になったんだという本当の自尊心を持つことができるように助けてください。多くの今自殺を考えている人たちがその、思いを変えてください。自殺する必要はないんだ、いや